だけど。おーい、シャリー。やっぱり見物に来たわね。リルベル師匠、一体何の騒ぎなんですか？サンドドラゴンがまた町の近くに現れたんだって。いやー、サンドドラゴンってやっぱり凶暴なんじゃないですか？それがおかしいのよね。サンドドラゴンって普段はおとなしいはずだから、もしかして港に突っ込んだあの船が何かやらかしたのかな。船ってあれ、あ、ちょっと、おーい、シャリーちゃん。あれ、シャリーさん。あ、シャリーちゃんとさん。ジョー様のお知り合いですかな。ええ、シャルロッテさんといって、私と同じようにシャリーと呼ばれてるみたいなの。ほう、すごい騒ぎだね。はい、サンドドラゴンがこの近くに出たとかで。そうみたいだね。船の方は大丈夫？シャリーさんに納品してもらった材料のおかげで順調に修理できてます。ならよかった。でも、もしかしたら私たちの船が原因でサンドドラゴンが動き始めたのかもしれないって。ね、何それ、そんなことあるわけないよ。信じてくれるんですか？もちろん。シャリーさん、ありがとうございます。じゃあ今は黙ってろってことか。仕方あるまい。あの竜が動き出した原因すらわからないのではな。いくら近海で目撃されたからといっても、まだ何かが起きたわけではあるまい。奴のせいで沖に出た船が何隻も沈んでいると報告があるぜ。サンドドラゴンが絡んでいるかはあの報告書ではわからん。根拠がないのでは風の噂に過ぎんのだよ。調査書によりますと、あの竜は状態では砂中で眠っていることが多いようです。だから何だ。確認できる被害はないといっても、竜が活性化していることは十分に考えられますが、何らかの対策は講じておいても無駄にはならないでしょう。話がわかるじゃねえか、ソウル。千里な、対策を取るということは危険があると市民に知らせるということ。むやみに不安を振りまくなど愚の骨頂だとなぜわからん。実際にことが起きてからじゃ遅えんだよ、会長さん。とにかく組合の意見としてはこうだ。この町はすでにサンドドラゴンにより被害を受けている。討伐隊を結成して奴を始末するべきだ。やや強引な案ですが、ステラード近海から竜を追い出せるのならいいかもしれませんね。バカ、余計な刺激を与えて本当に奴がここを襲ってきたらどうするつもりだ。だからそうなる前に退治しておこうぜって話をしてんだよ。一ついいかね。何でしょう。公式にサンドドラゴンの被害を受けたと報告した船はこの町にはない。だがすでに被害を受けた船ならば確かにあると私も認めよう。と言いますと。あのよそ者の船だ。彼らはサンドドラゴンに船を襲われてこの町の港にいわば逃げ込んできた。何が言いたいんだ。彼らが港に入ってきたのとサンドドラゴンによる被害を噂する声が広がり始めたのはほぼ同時期。つまりこの度の竜の活性化にあの船の存在が関係している可能性は十分考えられる。
調べる必要はありますが、可能性がないとは言い切れませんね。あいつらに関係があったとして、それがどうしたってんだ。私とてこの町にこれ以上被害を与えたくない。よって討伐隊そのものには反対はせん。ただし仮に失敗したとして、この町の数少ない海上戦力を失うことも避けたい。もし本気でサンドドラゴンと戦うというのならば、あの船を最前線に据え、必ず結果を出してもらいたい。よそ者をおとりにするつもりか。どう取ってもらっても構わん。とにかくそれが今回お前と協力する条件だ。海に出る者たちにも家族がある。愛する者を残して危険な黄昏に挑む者たちを、私は同じ人間として心から尊敬しているつもりだ。だからこそ彼らを未知の危険へと無条件で挑ませることはでき、町を守るために町の者が犠牲になる。それでは何も解決しないのだからな。どうするつもりですか？どうすりゃ正しいと思う？答えのない質問ですね。あなたがどの立場で物事を見るかによって正しさは変わりますから。冷てえ野郎だな。まあ、でもお前の言うことが全てだよな。俺はステラードを誰もが住みやすい町にする。そう決めたじゃねえか。母さん、聞いた？討伐隊ができるんだって。ああ、流体児ですってね。怖いわね。ほんとほんと、竜なんてどうやって倒すんだろう。そうね、さすがに原骨じゃ無理よね。うん、さすがに無理だと思うよ。私が参加したいって言ったらどうする？え？いろいろ考えちゃうんだ。町の平和を守るのに他の人たちだけに頼っていいのかなとか。でも今の私の実力で言ってもただ足手まといかなとか。シャリーちゃんは行きたいの？わかんない。でも何もできないのは嫌なの。そう、お母さんはシャリーちゃんに危ないことをしてほしくないわ。でも一番大切なのはシャリーちゃんの気持ちだから、シャリーちゃんがきちんと決めたなら反対はしない。母さん、いろんな人の話を聞いてよく考えてそれで決めなさい。あなたがどうしたいのか、どうなっていきたいのかをね。後悔だけはしちゃダメよ。ありがとう、母さん。サンドドラゴンと討伐の作戦について思うことを聞きたいと。私の意見としてはこのまま触れずにおくべきだ。調査書によれば、あの竜は余計な刺激さえ与えなければ元来おとなしいという。討伐などといってむやみに刺激を与えずとも元より触れなければ良いだけの話なのだよ。だが向こう水な組合の連中はあの竜を倒そうと鼻息を荒くしておる。それならば竜を刺激したあの船にも出てもらわねばなるまい。シャリーちゃんの船のせいだと言うんですか？何の根拠もないのに。この際原因の所在はどこでもよい。
戦いに出るというなら無傷というわけにはいくまい。今回の戦いでステラードの民が傷を負ったとしたら、その怒りの矛先はどこへ向かうと思うかね。シャリーちゃんたち、よそ者だから。私はそう考えるのが妥当だと思うがね。あの船は戦力に十分足るのだ。しかしそれが一撃も受けず後方にいればどう見えるか。逆に積極的にステラードのために共に戦うならば、またどう見えるだろうか。船の討伐隊への参加を持ちかけたのは、むしろ私からの配慮と思ってもらいたい。まあ、私はこの町の安定のためなら鬼と罵られようと甘んじて受け入れるがね。会長は町全体のことを一番に考える方です。脅威があれば取り除きたいのは組合と同じ。実のところこの度のサンドドラゴンの脅威は予想外の出来事でした。原因不明の何かが確かに起きている。会長はそのようにお考えなのです。あの船を加えた討伐隊を認めることは会長にしても苦渋の決断とお考えいただけませんか。自分からもよろしくお願いします。サンドドラゴンについて、私はもちろん討伐隊に参加する。最近あの竜は様子がおかしい。どうして様子がおかしくなったんでしょうか。わからない。でもこの町は守りたい。ミルカが幸せに生きていけるこの町だけは。サンドドラゴンのこと、錬金術を使えば確かに強い武器や防具はできる。でもそれが決定打になるとは思えない。姉さんもラウルさんも無謀。探検家のスリルでこんなことを決めるべきじゃない。相変わらずミルカは冷めてるな。私にできることはたかが知れてる。中央で学んだことなんか何の役にも立たない。だからどこか他人事なのかもしれない。でもステラードは今一つにまとまろうとしてる。だからそれには私も協力したいと思うの。あのジェラールさんだって武器と防具を買いに来たくらいだから。え、ベリアンさんが？意外だな。ミルカがそんな風に語るなんていいとこあるじゃない。サンドドラゴンと討伐作戦についてですか。サンドドラゴンは間違いなく活性化してる。このままじゃみんなおちおち寝てもいられねえ。観測の結果、サンドドラゴンの活性化は数値に出ています。対策を講じる必要はあるでしょう。でも討伐隊ってどんな構成なんですか。とても危ないんですよね。そこであの船に搭乗願うってのは確かに会長殿の考えそうなうまい手だ。補修資材を集めた俺が言うんだから間違いねえ。シャリーちゃんたちを盾にするつもり。ラウルさんはそんなに汚い人だったんですか。俺だってもろ手を挙げて賛成なわけじゃねえよ。せめて船を借りるだけでも構わない。村への支援も最優先で考える。けどなあの竜に対する住民の不安ももう限界に来てるんだ。流通が途絶えるんじゃないかって、食い物が買い占められちまうなんてことも起こってる。それが続けば貧しい奴から飢えていくのさ。そんな、だからってもっと確実な作戦があればいいんですけど。とっくに考え始めているのでエスカさんはご心配なく。おお、さすがソウルさんですね。
まあ現場はこんな感じだ。今は全員が自分のために何が最善かを考えるしかねえのさ。サンドドラゴンはこの地域の守り神だったはずだ。そうなの？じゃあなんで？きっと黄昏のせいだ。黄昏の海は広がっていき、水源は枯れていってる。関係ないとは思えない。まあ俺にはワクワクする冒険だけどな。シャリーさん、シャリーちゃん、偶然だね、こんなところで会うなんて。本当？でもなんだか大変なことになってしまいましたね。あ、うん、そうだね。そういえばシャリーさんのおかげで船が直ったんですよ。うん。ラウルさんがこの船は戦うことができるって言ってました。だからステラードのために戦ってほしいって。シャリーちゃん、嫌なら嫌って言っていいんだよ。シャリーさんはどうするんですか？私はこの町を守りたいって思ってる。役に立たないかもしれないけど何かできるはずだから。やっぱりこの町はシャリーさんにとってすごく大切な場所なんですよね。もちろんだよ。母さん、ミルカ、アルやユリエさん、他にもたくさん大好きな人たちがいるんだもん。私もシャリーちゃんと一緒、この街でずっと暮らしてきたんだ。拾っても拾ってもゴミがなくならないところはちょっと嫌だけど、それでも大好きな街。サンドドラゴンなんかに壊されたくない。そうですか。私、いろんな人の話を聞いてみたんです。みんなそれぞれに一生懸命だった。町のために、家族のために、みんな自分の大切なもののために真剣だって思ったんです。シャリーちゃん、私もシャリーさんがこの町を好きなのと同じように、私の育った村が大好きです。だからステラードの人たちが、シャリーさんがこの町を好きなのもすごくよくわかります。よそ者の私にこの町の人たちがしてくれたたくさんの親切は一つだって忘れません。ありがとう、ありがとうってもっとたくさん言いたかったのに、全然私言えてない。だから決意したんです。決意？私をあなたたちと一緒に戦わせてください。シャリーちゃん、ラウルさんたちは多分シャリーちゃんたちを盾にしようとしてる。分かってます。え？それでも私はルギオ村の代表としてこの町のために戦いたい。私もこの町が好きなんです。後悔しない。やれやれ、これはまた随分と大人数でいらしたな。ごめんなさい、コルテス兄様、テオジー。でも本当にすみません。シャリーちゃんとこの船を貸してください。シャリー、あなたシャルのお人よしに流されてるわけじゃないのね。いいえ、私も自分にできることがしたいだけなんです。ならいいわ、私も協力するから。ミルカには傷一つ負わせない。姉さん、ちょっとお前らかがり火
を上げろ。ワクワクする冒険の始まりだ。ホムホムはこんな時でもいつもと変わんないね。すごい戦いになりそうなのに。とは言ってもソウルとエスカだっているわけでしょ。だったら勝算はあるのよ、多分。それはそうかもしれませんね。でしょ。思ったより実力者が揃ったみたいだし、あとは気合でなんとかなるんじゃない。お前が決めたなら俺はもう何も言わない。あとは全力でお前を守るだけだ。兄様。うん、それにこの船はそう簡単には沈みやせん。サンドドラゴンごとき跳ねのけてやるわい。おじいさん頼もしいね。シャル、あなたも笑ってばかりはいられない。そうよ、修行の成果を見せる時がやっと来たんだから。分かってますよ、任せてくださいって。心配。ねえシャリーさん、この戦いに勝てたら私たちステラードに受け入れてもらえるかな。当たり前でしょ、シャリーちゃんはもう私たちの仲間なんだから。うん、ありがとう。よし、それじゃあ行くか、シャリー。そういえば、どっちもシャリーなんだよな。できた。その武器は俺のだな。気配を察知してやってきたぞ。さすがホムホムだな。うん、なかなかいい出来栄えだ。俺の武器として申し分ない。ホムラさん、そんなに小さな体でこんな体験を使いこなせちゃうんですね。シャリー、いちいち小さいと指摘するな。何事もコツと経験なんだ。大丈夫、彼なら使いこなせる。ふむ、お前は物分かりがいいな。褒めてやる。ふわふわ。あ、ミルカさん、本当にいいのか。はい、私たちの船でこの町のために戦います。そうか、あの兄ちゃんやじいさんもそれを認めたんだ。レギオン村を代表して私たちはステラードのために戦うことを決めたんです。ご心配には及びません。頼んでおいて今更こんなことを言うのは卑怯かもしれないが、無傷で済む保証はないぞ。本当にそれでもいいのか。ステラードの討伐隊の方たちも一緒ですから。大丈夫ですよ組長、私たちだってついてますから。何を言ってるんだ。お前がなんでサンドドラゴンと戦いに行くんだ。私たちだって蚊帳の外はごめんだし、一緒にステラードを守りたい。おいおい、足手まといはごめんだぞ。まあいいんじゃないですか。だけどよ、こいつはまだ子供だぞ。わざわざ討伐隊に入れる必要なんて。みんな最初は子供だったじゃないですか。私もあなたも、そして多分この町も。いくらなんでも無謀だろう。こちらのシャリーさんもまだ幼いですが、ルギオン村の代表として私たちに力を貸してくれると言ってくれました。そちらのシャリーさんも自分なりに考えた結果、討伐隊に参加したいと思ったのでしょう。ちゃんとみんなと話し合って考えたんです。私だけで決めたわけじゃないですから。要は実力と勝機さえあればいいのですから、大丈夫ですよ。随分と自信満々だな、総理。私も今まで何もしていなかったわけではありませんからね。
十分な賞賛があるから後押ししてるんです。そうは言ってもな。あのラウルさん。なんだ。ソウルさんが大丈夫って言ってるし平気なんじゃないですか。仕方ねえな。お前ら絶対怪我すんなよ。はい。よし、じゃあサンドドラゴン討伐始めるぜ。人たちみんなステラードを守るために集まったんだよ。そうですね、たくさんの人に愛されてる町、私たちが守らないと。海域に着いたら彼らがサンドドラゴンを追い込みます。皆が気を引いている間にあなたたちはできるだけ竜との距離を詰めてください。はい。シャリーさん、私今までずっと心細かった。でも今はすごく心が温かいの。私も今までにないほど充実してる。こんなにみんなとのつながりを感じられたの初めてなんだ。頑張ろうね。頑張りましょう。そうだ、これからは仕事サービスしてあげるから。ミルカ、どういう風の吹き回しなの？別に、なんだかんだ言って結構仕事依頼してもらったから、遠慮なんかしないで。したら怒る。じゃあこれからもよろしく、ミルカさん。ミルカ、いいとこあるじゃん。よし、みんな用意はできたか。よし、じゃあ行くぞ。
よろしく。これを使って。あとはよろしく。勇者の力だ。嬢様、やりましたな。ええ、デオジ、ありがとう。思ったよりは楽だったわね。ソウルとエスカったら何かしたのかしら。後で聞いてみればいい。それもそっか、みんな嬉しそうだしね。
お前らやったな。ちゃんと見てました？バカ野郎、港から沖が見えるわけないだろうが。無事にサンドドラゴンが倒しました。これでステラードは大丈夫なはずです。はあ、あんたらには本当に感謝してる。今後組合はルギオン村のために助力を惜しまないことを約束するぜ。ありがとうございます。やれやれ、俺たちにとってはここが始まりだな。なに、前には進んでおる。焦ることはなかろう。コルテスとテオクーガ殿だったな。今回のこと心から礼を言う。ステラードは守られた。はい、会長。こんなハッピーな夜なんてなかなかないんじゃないかな。そうですよね。本当に良かった。シャリーちゃんたちのおかげだよ。ラウルさんもそう言ってたじゃん。そんな、討伐隊の人たちやシャリーさんたちがいたからですよ。でも本当にすごいよね。ステラードの外からやってきたのに頼まれたからって幽体児だよ。普通はやらないよね。そうかもしれませんね。でも今回の討伐は失敗していても私は後悔しなかったと思います。どうして？私ずっと周りに言われるまま流されるように生きてきたんです。族長の娘だから、錬金術ができるから、次の族長になるから、やるべきことはもう最初から決まっていて、ただそれに沿って生きていればよかった。
でも今回の竜退治は私が初めて私自身でやろうって決めたことだから、ちゃんと選ぶことができて、それがうまくいって本当に良かったです。そっか、これからはどうするの？村の水枯れはまだ何も解決していませんから、ステラードで何か手がかりを探すつもりです。今回の件でラウルさんも協力してくれるといいし、これでやっと前に進めそう。うん、私も協力するから、一緒にルギオン村を助けようよ。はい、ありがとうございます。ねえねえ、シャリーちゃんはルギオン村を救った後どうするの？え？やりたいこととか思いっきりできるようになるじゃん。何か決めてる？私はコルテス兄様の影響でずっと外に出たいって思っていたんです。素敵じゃない。でも今回のことで人にちゃんと認めてもらうのってすごく大変なんだって分かりました。だからルギオン村を救うことができたら、その後は族長としてふさわしい人間になる努力をしようと思います。誰にも恥じることなく私が村の代表だと言えるように、今はそれが夢なんです。あのシャリーさんの夢って何ですか？私の夢は空を飛ぶこととか。空を？こうウィルベル師匠みたいに砲儀に乗ってバビューンって。シャリーさんらしいです。そうかな。はい、とっても。飛べるようになったらぜひ私も空へ連れて行ってください。もちろんだよ。お母さん、もうちょっとだけ。あ、おはよう、シャリーさん。あ、シャリーちゃん。で、そっか、私昨日止めてもらったんだ。シャリーさん、よく寝てましたね。疲れ取れました？うん。シャリーちゃんは？私もとってもいい気持ちです。これからどうするの？私、この世界に今起きてることを調べなきゃ。それが村を救うことだってだんだん分かってきたから。そっか。うん、私も協力するから、何か困ったら言ってね。はい、シャリーさんとならどんなことでもできる気がしますから。私もシャリーちゃんとなら何でもうまくいく気がするよ。一緒に頑張ろう。なるほど。それでは事実上初公開に近いですね。まあそうなるな。最後の公開からもう何十年も経っていると聞いている。もちろんその間にも状況は変化しているでしょうし。まあ、ただそこに水枯れを解決するヒントがあるのなら、いずれは調査が必要だろうな。エスカさんを行かせますか？おいおい、一人で行かせるわけにはいかねえだろ。
こう見えてエスカさんは錬金術師としてはかなり優秀ですからね。んなこと言っても食料も補給できねえし。作れますよ。いやだが水や戦闘用の物資だってな。作れますよ。移動手段だってねえんだぞ。作れますよ。もういい、好きにしてくれ。ではエスカさん、申し訳ありませんが様子を見てきてもらえますか。じゃあ溜まっている書類をお願いしてもいいですよね、ソウルさん。いえ、それは片付けてから言ってください。旅行じゃねえんだぞ。先日はお疲れ様でした。賞賛はあると言いましたが、あの程度のダメージで討伐できるとは思いませんでしたよ。ふっふん、見直してくれました。まあな。で、今日はどうした。サンドドラゴンも討伐できたことだし、何か仕事ないかなって。そこを今話してたんだが、結論が出るまでちょっと待ってもらえるか。毎度毎度無茶はできませんからね。いずれにしろ結論が出たらお知らせします。それまで錬金術の腕でも磨いといてくれ。基礎が大事だからね。よう、お前たちか。ホムラさん、こんにちは。今日はなんとも暇だ。え、どうして。平和ボケっていうやつだな。俺にも新たな冒険が必要な頃合いなんだろう。ホムラは危険に挑みすぎですよ。ソウルは心配性だからな。言っておきますが、私はもう儀式以外でホムラのお葬式には立ち会いたくないですからね。俺がそう何度もヘマをするわけないだろ。あの、お葬式ですか。ああ、こちらの話です。まあソウル、そうもったいぶらなくてもいいぞ。お前ら今日は暇だから俺の冒険のことを話してやろう。行きたい行きたい。ある時、北の寒い土地へ行った時のことだ。どうなるんだろう。そこで俺はブレーカーに鋭い一撃を。うんうん、それでそれで。そこで俺たちは貴重な前時代の動力源を見つけたんだが、ソウルの報酬は、それはそれは渋かった。ソウルさんも案外きっついたね。その時は私もまだ動かせる金額が低かったんですよ。でも報酬がもらえたのならいいじゃないですか。いや、俺にとっては論外の金額だ。俺はソウルに詰め寄った。するとそれで武器を買いなさいというので、俺は菓子パンを買いまくった。え、せっかくのソウルさんの気遣いを。ホムホムらしいな。笑い事じゃないぞ。休む間もなく向かった次の冒険だが、うんうん、巨大な狼を倒し、そこで手に入れた希少な素材を。あれは非常に助かりましたよ。報酬も相場感は守ったはずです。だがソウルは、これで防具を。やっぱり怪我をしないためにも大事ですよね。
俺はケーキを買い占めた。そこで俺はデザート食い放題に。どっちかって言うとホムホムのスイーツ獲得機になってない？うん、悪いけど私もそう思った。なんだと？甘いものはあらゆるお宝に勝る万物の母だぞ。そんなわけで、ホムラへの報酬はお菓子と現金の2本立てにさせていただくことにしたのです。だからソウルは荒くれハンターに向かって過保護すぎだぞ。でもおかげでちゃんと装備を揃えて怪我をすることも減ったでしょ。まあそういうことはあるかもしれない。やっぱり二人はいいコンビですね。なんだか羨ましいよ。聞きました。ストラパールを用意していただいたのはあなただったんですね。そうですよ。なかなかの自信作だったんだけど、どうでしたか？以前いた町にはあのサクサクとした食感に似たお菓子はありませんでしたから、この点はとても新鮮でした。甘さは控えめで、これは人によって好みが分かれるところですね。私自身は特にどちらというわけではありませんが。そういう分析は別にしてもらわなくてもいいんだけど。いえいえ、とんでもない。初めて口にするお菓子ですからね、全力で向き合わねばと思いまして。上に乗っていた木の実がなかなか悪くないアクセントになっていました。くるみとは少し味が違うのですね。あの以前いた町コルセイトにもいろいろな甘味がありました。リンゴが特産の町だったので果物系が強かったのですが、しかしもうこのストラパールも作り方は完全に理解しました。あとは私自身でも作ることができるでしょう。それはお役に立ててよかったです。それじゃあ私たち失礼します。シャリーちゃん、どうしたの？お母さんすっごくご機嫌じゃない。じゃーん、シャリちゃんに差し入れ。うわすごい、どうしたのこれ。うわすっごく嬉しいかも。シャリちゃんの喜ぶ顔が見られて母さんも嬉しいわ。ねえ、でもこれ本当にどうしたの？最近シャリちゃんとっても頑張ってるでしょ。だからドーンと差し入れしたくってへそくり使っちゃった。え？へそくりなんてずっと貯めてるだけじゃ仕方ないでしょ。こういう時にパーッと使わないとね。そんなこと言ったって、この後本当に困ったらどうするのよ。いつもお金ないって言ってたじゃん。大丈夫、シャリちゃんがこの調子で頑張ってくれたらなんとでもなるわよ。安心して。勘弁してよ。そうだ、リルベル師匠に言われた修行やらなきゃ。もうノルマは達成してるけど、こういうのは続けるのが大事だもんね。ないや。まだ続いてるんだ。あ、師匠いつ来てたんですか？早く声かけてくださいよ。見てください、この華麗な素振りを。私今なら世界素振り選手権で優勝だって狙えるかも。あのさ、あんたの目標ってなんだっけ？
やだな、冗談ですって。私の目標は立派な錬金術師になること。それはずっと変わってません。あんた諦めの悪さだけは天下一品だものね。はい、だからお願いします。私どんな辛い修行でもやってみせますから。はあ、私もほんと甘いんだから。え、こっちの話よ。それよりこれ、私が作り出した魔物よ。自発的に攻撃することはないから、ひよっこ錬金術師の修行にはいいんじゃないかしら。それってひょっとして。ただし生半可な腕じゃこの子は任せないわよ。ま、力試しと思って頑張るのね。はい、私絶対やってみせます。ここ魚もいるんだ、気づかなかったよ。お、ひょっとしてこれを捕まえたらお金になるんじゃ。でも水の中に入るのはさすがにまずそうだしな。というわけなんだけど、どうなのかな。論外です。やっぱり当たり前だ。魚も貴重な生き物だからな。捕まえること自体論外だ。そんな気はしてたんだけど。わかりました。ただし町の水源では。え、それってどういう。だから町の外だったら問題ないってことだ。それを早く言ってよ。よし、ありがとう組長。魚といえば釣り竿だよね。あら、シャリちゃん、何か探してるの。母さん、うち釣り竿ってなかったっけ。釣り竿ね。あ、あるわよ、お父さんが使ってたやつ。はい、あったわよ、シャリちゃん。わあ、ありがとうお母さん。このメモは。これで餌代がかからずに釣りができるわよ。さすが母さん、わかってる。カトラのお店は本当にいろんなものがあるんだね。そうですとも。うちはあちらの町、こちらの村と渡り歩いてきたので、品揃えにはちょっとばかり自信があるんです。旅から旅へか。お仕事だから大変なんだろうけど、ちょっと憧れちゃいます。一つの場所にとどまらないのってやっぱり何か理由があるの？それはもちろん荒稼ぎが、いや、新たな市場の開拓。おっと、間違えました。各地の皆様に夢と希望あふれる品々をお届けするためです。ここステラードへも単調な日々の暮らしに新たな風を吹き込むためにやってきたんですよ。見て楽しい、買って楽しい、使って楽しいカトラの店、どうぞこれからもご贔屓になさってください。今日は何か新しいお仕事ないかなと。あ、ユリエさん発見。おーい、ユリエさん。いやいや、
なんだか真剣そうだし、邪魔しちゃダメだよね。ユリエさんってやっぱり迫力あるな。っていうか、ちょっと怖い。よく見てみれば、なんか周りの人も怯えてるような。いやいや、そんなまさか。まあ、どうでもいいや。余計な詮索しちゃダメだよね。品物があるのか楽しみにしてますね。あんた、精霊の存在を感じられるの？いや、別に。古符を使っているから、てっきり精霊と親しいんだと思っちゃったわ。精霊か。そんなものがこの世界にいたら。いるに決まってるじゃない。バッカじゃない。バカだと。兄様、ムキにならないで。ビルベル師匠、熱くなりすぎですよ。だってだってだな。どうしよう。あれ、ローゼさん、もしかしてお仕事中？ええ、確かに仕事中ですけれど、私、持ち主不明の落とし物なども回収しているんですの。だからそんなに怖がらないでくださいな。ああ、よかった。仕事中なんて言うからヒヤヒヤしちゃいましたよ。まあ、死なれた方と生きている方の違いといったら、命があるかどうかしかありませんけれど。ここは砂で埋め尽くされた無常の地。行き場をなくしてこと切れた方も、持ち主をなくし残された品物も、私にとっては等しく哀れな迷い子なんですの。ここに来る人たちってやっぱりハンターの人とかが多いんですか？そうですわね。私が取り扱うお客様のほとんどは、そうした勇敢な意志を持っていた方たち。けれど、中にはそうでない方もいらっしゃいます。町から町へ移動する商人や家族連れ、それに研究のために訪れていた方も。ですから、
時にはお金なんかよりずっと価値のある貴重な品をいただくこともありますの。その方が最後の日々を綴った日記や家族の写真、あるいは大事な方への手紙。そうなんですか。ここは確かに無情の地ですけれど、人々はまだ女王を忘れてはいないのだということを、あまりにも貴重すぎてお店では取り扱っておりませんの。悪い人じゃないけど、やっぱりちょっと変な人だ。お店、今日からですね。うん、二人が手伝ってくれたおかげで無事に間に合ったよ。ありがとう。すみません、そこにあるそれとあれとこれと向こうのそれください。あ、いらっしゃいませ。それとこれとあれとこれとそれです。そこのそれ3つと向こうのそれを5つと、これを3つとこっちのを5つ。うわー、大丈夫ですか。なんとか大丈夫。ありがとう。お店手伝って行ってもらえないかな。手伝いますから元気出しましょう。お客さんは襲ってきませんから落ち着いてください。二人ともありがとう。エスカさんって意外とドジなところがあるのかな。でもそこがまた個性的で気になるよ。ユリエさん、また本読んでる。ひょっとしてかなりの読書好き？サンドドラゴンがいなくなって行ける海域が広がったでしょ。ということは幽霊船の捜索ができる。確か黄昏の海のどっかに沈んでて、中にはお宝がてんこ盛りってやつだっけ。でもあれっておとぎ話だった気がするんだけど、今読んでる本がそうなのかな。見つけ出してみせる、絶対に。冷静なユリエさんがこんなに熱くなるなんて、なんか私までワクワクしてきちゃった。ただ、少し気になる記述がある。真実を照らす光を持たざる者、永遠にさまよい続ける。何か心当たりはある？ いえ、さっぱり。照らすって、ひょっとしてランプとか？違うか。おそらく幽霊船に何か仕掛けがあるとか、そういったことなんだろうけど。ねえソウルさん、どうしたらホムホムと仲良くなれるの？どうしたらと言われても、まあ長くお付き合いして信頼を得ていくしかないのでは。そんな、私も早く仲良しになってモフモフとかギューとかしてみたいのに。よくわからないが、モフモフもギューも俺は多分好きじゃない。
お二人が仲良くなったきっかけって何なんですか？きっかけというほど特別な出来事があったわけではないのですが、俺はソウルのキラキラと出会って人生が変わったな。そういえば初めてお菓子をあげた時は随分感動していましたね。おう、あの時の衝撃、俺ずっと忘れない。それにソウルの親切もな。感動するホムホム、可愛かったんだろうな、見たかったな。だから俺をバカにするなと言ってるだろう。俺は孤高のトレジャーハンターだぞ。これ師匠からの依頼だ。お、それを受けるのか。受けるなら俺から軽く説明させてもらうぜ。今回依頼いただいたのはこの地域にある魔法の触媒の探索だ。え、魔法の触媒？なんだか難しそう。話を聞く限りでは具体的にはレスターインテスだな。聞いたことないか？空から降ってきたという星のかけらの話。聞いたことがあるようなないような。知ってるかもしれんが、この周辺には星が落ちてきた時にできたと言われている丸い大地のくぼみがあちこちにある。ステラードよりはるかに巨大なやつもある。その周辺を漁ればお目当ての物も見つかるかもな。なんだ、それを早く言ってくださいよ。それなら頼んだぜ。見た目はただの石ころと大して変わらないそうだから頑張れよ。頑張りますとも、見ててくださいよ。あれ、ローゼさんのお店の前なんだか騒がしいけど。こちらのお店はうちとかぶっちゃってるんですよ。おかげで売り上げは激減です。どうしてくれるんですか？あらあら、あなたのお店の不調まで私のせいにされては困りますわ。困ってるのはこっちですよ。同じ街中で同じようなもの売られちゃ商売上がったりじゃないですか。同じものを同じように売ってるのなら売り上げに差が出ることはありませんもの。私の方が高品質なものを安価にご提供している。つまり私とお嬢さんの努力の違いが現れているんじゃないかしら。うん、っていうかここ安くしすぎですよ。これもこれも普通はこの倍の値段が相場ですよ。あら、良いものを安く提供することの何が悪いのかしら。ガラクタを高く売りつけるよりはよほど健全だと思いましてよ。それはこれはカトラに勝ち目はなさそうだね。何も反論できないものね。そもそも回収屋なんて不謹慎です。不健全ですよ。その不健全な回収屋とやらに命を助けられたのは誰だったかしら。私、何度もあなたによく似た方が行き倒れているのを発見しては手当てをして差し上げた記憶があるのですけど。いつか絶対にここのお客さん、うちがぶんどってみせますから覚えておいてくださいね。またのお越しをお待ちしておりますわ。ローゼさんって容赦ない。ただいま。シャリちゃん、
あのね。どうしたの、母さん。母さんね、いいもの買っちゃったの。でも、それでお金が足りなくて。一体何を買ったの？これなんだけど。それ、どう見ても役に立たないから。シャリちゃんダメだった？ごめんね。で、母さん。金がやっと少し貯まったと思ってたのに。ありがとう。次は気をつけるから。ごめんね。まあ、母さんも嬉しそうだし、仕事頑張ればなんとかなるよね。負けるもんか。あ、聞いたわよ。頼んでおいた依頼やってくれたんだってね。お礼にこれをあげる。お礼だなんて水臭いな。でも喜んでもらえてよかった。それよりあれを何に使うのか教えてくださいよ。ひょっとして空が飛べるようになったりするんですか？あんた本当にそればっかりね。残念ながらあれはそういう使い方をするものじゃないの。じゃあ一体何か役立つことがあるんですか？あれはね、力を引き出すための触媒なの。あんたたちも調合で使うでしょ？特に大きな自然の力を持った触媒からは大きな力を得られるってわけ。なるほど。さすがビルベル師匠。調合の参考になりました。たった今。おかえりなさい、シャリーちゃん。どうしたの、母さん。なんか暗いけど。母さん、つい素敵なものを見つけて買っちゃって。今度は何を買ったの？これなんだけど。うわぁ、母さん、絶対騙されちゃってるよ、これ。ついつい欲しくなっちゃって。ごめんね、シャリーちゃん。で、母さん、今度は。うちにお金ないって、母さんもよくわかってるよね。でも、あまりに素敵だったから。ああ、もう、仕方ないな。これで最後にしてね。ありがとう。もう大丈夫だから。ごめんね。かなり頑張って貯めてたのにな。減量だと思って節約するか。お二人とも少々よろしいでしょうか。うわ、私なんかやらかしたっけ。あなた方の調査活動についてですが、中央から一定の評価を受けているようです。支援のための予算が下りることになりました。本当ですか？ええ、荒削りではあるが今後が期待できると。うわー、やったね。とはいえ大変なのはこれからです。あまり浮かれすぎないように。もう大丈夫ですって。お任せください。あなたからもお友達によく言い聞かせておいてください。はい。あなたたち今ってちょっと話せるかしら。はい、何でしょう。以前幽霊船の話をしたのは覚えてる？
もちろん中にお宝がザクザクってやつでしたよね。そう、今まで場所が不明だったのだけど、どうやらそれらしき船を見かけたっていうハンターが現れたの。場所はケブル東の海から南の海域付近。今ならまだ誰も足を踏み入れていない。だから財宝だけじゃない、前時代の遺物だって見つかるかもしれない。それは本当に大チャンスなんじゃない？ええ、だからあなたたちの力を借りたいの。一緒に行ってくれない？お宝がいっぱいってことは、ひょっとしてお金持ちになるチャンス？おまけにすっごい貴重なものとか発見しちゃって、一躍有名人になっちゃったりとか。はいはい、あたし行きます。お供させてください。あ、シャリーちゃんたち。やあシャリー。うわー、すっごく美味しそうな匂いがしてる。私の故郷のリンゴで作ったタルトなんだ。よかったら試食してみて。これがリンゴのタルトなんだ。初めて食べましたけど。あ、そっか、この辺りにはリンゴってないんだっけ。タルトだけじゃなくて生で食べても美味しいんだよ。コルセートのリンゴはやっぱり絶品だな。うん、荒れてしまった土地に努力して作ったリンゴだもの。美味しくないわけないよ。最近は収穫が減ったりもしてるみたいだけど、また新しい木を育てて増やせばいいもの。エスカさんの故郷にも黄昏が訪れているんですね。でも元から何もなかったような場所だし、希望をたくさん持った人たちが開拓した土地だから心配してないよ。私いつかエスカさんの故郷にも行ってみたいな。私も。ここみたいに大きい町なのかな。どうかな。ここでのお仕事が一段落したらみんなで一緒に行ってみよう。ただいま。シャリちゃん、あのね。また何か買っちゃったの？鋭いわシャリちゃん。で、今度は一体。何その値段？何を買ったの？いやいやいや、それはおかしいよ。ちょっと見たことない丸の数なんですけど。やっぱり高すぎるわよね。母さん、ついつい乗せられちゃって。ねえ母さん、この品物誰に買わされたの？ね、通りに店を出してる行商人の女の子なんだけど。やっぱりあいつか。ひょっとして今まで買ったものも全部？シャリーちゃん、本当に本当にごめんね。私ちょっと直談判してくる。そこのお兄さんにお姉さん、どうぞ覗いていってください。いいもの入ってますよ。ちょっと、なんでしょう、そんな怖い顔して美人が台無しですよ。あんた、うちの母さん騙して変なもの買わせるのやめてよね。うちは変なものなんか一つも置いてませんよ。何かの勘違いじゃないですか。これとかあれとかそれとか、どこがまともな商品だって言うのよ。でもお客さんとても嬉しそうでしたし、
それはつまり、まともな商品だと判断したからじゃないですか。あんたが乗せたんでしょうが！うちはまともな行商の店ですよ。ほっほ、そこまでまともなお店だって言うなら誠意を見せてもらおうじゃないの。え、誠意と言いますと？勘弁してくださいよ。うちの商売上がったりですよ。まともなお店ならお客の信頼を失う方がよっぽど怖いでしょ。それとも違うってわけ？わかりました、わかりましたよ。本当はこんなこと認めないんですが、他ならぬシャリーさんのお願いですから、特別ですよ。お二人とも少々よろしいでしょうか。お二人に朗報です。中央から連絡が入ったのですが、あなた方の調査活動が高く評価されているようです。うわ、やったー。おかげで支部に対する予算も大幅に拡大される見込みです。よかった、私たちのやってること無駄じゃなかったんですね。中央に認められたって、私たちってひょっとしてすごいんじゃない？私は評価が遅すぎるくらいだと思いますかね。あなた方の最近の調査結果には目を見張るものがありますから、中央は悔しい思いをしていることでしょう。今後はより重要な調査もお任せすることになると思います。くれぐれも気を引き締めて臨むようにしてください。今のってひょっとして褒めてくれたのよね。やったー、できた。これミルカのでしょ？どうやって使う武器なの？中央式の内燃機関で作られたエネルギーを動力に変えて硬い棒を打ち出すの。内燃機関？動力？わけわからん。実は私もよくわかってない。え、どうするのそれ。まあなんとかなる。でもなんとかならなかったら？その時はしょうがない。不安だ、果てしなく不安だ。あ、なんか美味しそうなの食べてる。ねえねえ、そのお菓子ってどこで売ってるの？これですか？これは売り物ではありませんよ。作った？すごい！こんな美味しそうなの作れるんだ。あげませんよ。チッケチ！でもすごいな。簡単じゃないよ、これは。お仕事でいつも忙しそうなのに、こんなこともできるなんて驚きです。まあ私の場合は仕事のストレス発散の手段でもあるので問題ありません。材料をきっちり測り、決められた順番に混ぜ合わせ、そしてオーブンの中で徐々に膨らんでいく焼き菓子を見つめる、それが私の至福のひとときなんですよ。だけで大変そう。まあ何を好むかは人それぞれですから、別にあなたにお菓子を作らせようとしてるわけではないので安心してください。それにしてもこれだけ上手になるってことは、それだけストレスがいっぱいだったってことだね。仕事をしていればいつでもストレスとの戦いですから。そっか、
私あんまりそういうストレスって感じたことないかも。それはまだ責任のある仕事を任されていないだけなのでは。今私ソウルさんの言葉でストレス感じましたよ。そうでしたか。しかし私も実は今ストレスを受けているのですよ。あ、お邪魔してすみませんでした。やっぱりソウルさんってちょっと苦手かも。それにしてもソウルさんのお菓子美味しそうだったな。幽霊船というくらいだからいない方がおかしい。じゃあ行きましょう。いきなり？なんか見覚えがあるような気がするけど。あれ？私、ぐるぐる同じところを回っちゃってる？